皆さんこんにちは、世界の野口、野口金 TV にようこそ。今日はねちょっと免許の更新あったんでねこの辺、ちょっと家から10分ぐらいのとこなんですけど、免許の更新をしてきたんです。それでね、その、何ですか、免許を更新する場所の、近くにね、ここファーマーズマーケット、まあ、向こうちょっと木で隠れて見えないけど、ナチュラルフードって書いてあるね。まあここがね、この辺ではね、健康食品を買うんだったらねここがいいんじゃないかと。まあ大体揃ってるから。まあ健康食品って言ってもね、サプリメントみたいのをね、私がね、体の調子がね、もう結構悪かったんだよね、2、3年前、まあ、2年ぐらい前が一番悪かったんだけど、それでね、まあサプリメントで、少しはねまあ気休め半分、飲み始めたわけよ。そうしたらね、まあ結構いいかもしれない。なんかね体調がね、もう結構私なんか肉体労働者だから、もう何かにすがっていかないとねもう年だからいけないと思ってね、もう2年かもうちょっとか飲んでんだよね。で今日はね、そこで買ってきたもの結構買ったんだよね。ここに入ってんだけど、一つずつ見せようかなと思って。開けてくっていうか、一つずつ出してきますね。なんでしょうね、これは。まず、マグネシウムですね。マグネシウム。これはね、取ったらいいですよ、皆さん。まず、マグネシウム。自分でね、いろいろ、調べてね、これがいいんじゃないかってね、選んで買ってるんだけど。これも飲み始めたね。セレニウムっていうんだけど、日本でもセレニウムっていうのかな。まあね、効能とかいろいろあるんだけど、まあね、そんなこと全部喋ってらない、たくさんあるから。これね、ビタミン C はいいですよ。ビタミン C を買いました、今日も。ね。そして、さ、ほんといっぱいあるから。次は何でしょうね。はい。ジンク。ジンクってなんだろうね。亜鉛でしょ？日本で言えば。亜鉛。だと思います。日本語で。ジンク。これは大事ですよ。次。バイタミン D ですね。バイタミン D3 って書いてあるけど。ピント合いますか？合ってますか？ビタミン D3。そして、まだありますね。と、なんだ？あ、これですよ。タウリン。タウリンね。なんか、入ってるでしょ？栄養剤とかにね。タウリンはアメリ、
日本では売ってないのかな、こういう錠剤でね。アメリカだと売ってる、売ってるって言ってもなかなか売ってないの。ここ、うん、私の、身の回りではここでしか売ってない。いろいろ見たけど。タウリン。1、2、3、4、5。今日は6種類買ったんだね。うん、6種類。すごいっしょ。ほいでね、もう一つね、いつも買うんだけど、今日は、家にあるからそれは買わなかった。あのね、ポテシウムっていうの。ポテシウムってあれなんだっけ？日本で。カリウムのことだ。カリウムね。カリウムはアメリカでこういう風にして売られてます。日本だと売ってないのかな？多分ね、日本だと、通販でだったら買えるとか言ってたけどね。カリウムと、カリウムとタウリンっていうのはなかなか売ってないんじゃないですか。まあ、こういうのでね、もうしのいで生きてますよ。なんかね、やっぱり、風邪とかも引かなくなったよね。ビタミン C とか、どれがいいんだったっけ？ビタミン、このジンクもいいって言ってるね。あと、ほら、コロナにかかった人、ビタミン D3 を飲んだらいいんだよっていう話を、この間聞いたよね。かかってからでもいいんだって、D3 が。ビタミン、なんていうの、ビタミン、アメリカだとバイタミンって言うんだけどね。まあそんなことですよ。もう飲みすぎかもしんないけど、まあしょうがない。一日ワンカプセルずつ飲んでるみんな。そういう感じですよ。まあね、そういうことで、皆さんも健康には気をつけて、ね、いろいろと、こういうのもね、飲んでみたらいいかもしれませんよ。じゃあ、そういうことで終わりまーす。じゃあまたー。